皆さんこんにちは、日本人兵庫県民、淡井圭介です。本日2023年8月の16日、昨日台風7号が、兵庫県を、通ったということなんですけども、その後、災害のね、その記事を見ていたら、例えば、兵庫県の丹波地方、丹波市が丹波郡だったかちょっとよくわからないんですけども、そういったところで河川の氾濫がというような内容と、灘区の方で停電、神戸市灘区の方で停電があったと。これね、以前も同じニュース見かけたんですよ。で、テレビの災害情報なんですけども、昨日の報道ステーションかワールドビジネスサテライトかニュースウォッチ9のこの3つのうちどれかなんですけども、一応ある程度、その3つに関しては私の方で、目を通しています。で、河川のその氾濫、兵庫県で氾濫されたという、河川の氾濫じゃないですね、河川の橋が流されたというケースなんですけども、木材製の、橋なんですけども、当然、ベンチ見てもらったら分かる通り、長年生きていたら、目視でね、確認できると思うんですけども、木のベンチ、20年ほど経過したらボロボロになっています。それと同じで、雨が当たって、で、その木材自体をね、加工してなかったら、周りに、ニスとか塗ったりとか、そういうような特殊な加工を一切してなかったら、もうすぐにね、もう20年も経過したら、大抵の 木材は、ボロボロになります。直射日光と雨で。で、そういうこともあって、河川、大雨の時に河川がものすごく増水した時に、流れること前提で作ってる橋っていうものもあったんですよ。で、同じ映像が流れてましたから、多分昔の同じ映像を使ってたんじゃないですかね。ここ近年かもしれませんし、もっと以前のものかもしれません。ちょっとね、実態っていうのを現場劇を見なかったらわからないで、これを淡井圭介に言わすために、同じ映像を使っていたのか、ちょっともうこの国してることかなりおかしいですね。僕のホームページ、淡井圭介の履歴と、入力していただいたら、ワードが淡井圭介の履歴というワードです。で、そこのホームページを見てもらったら分かる通り、ホームページの方です。いろんなものが、YouTube にアップロードしてる内容だとか、そのホームページの、その各業の方に直接つながるような形で、残ってしまったりしていて、検索ワードを入力しても僕のホームページに、普通に、アクセスできない状況があるかもしれませんけども、8月15日に、私の住んでる神戸市北区の有野中町の丸亀製麺っていうところがあるんですけども、有野中町に。そこの、斜め向かいに、藤原台の方から、流れ込んでくる、水。要するに住宅のね、下が土じゃないですか。で、丘のその土の中の、水が集まって出てくる。そういうふうな、仕組みなんですよ。もともと河川っていうものがね、いろんな山の土の中は要するに貯水槽みたいな形になっていて、徐々に降った雨がこうにじみ出て、それが大量の水になって流れ出してくると。それが大雨の時の状態なんですけども、あれだけの水量があると。成人男性でかなり体重がある人でも、流されてしまうような勢いですね。大雨の時といっても、年に10回あるかどうかぐらいのことなんですけどね。その太陽光パネルを基本的に屋根の上を全て、敷き詰めて、で、大きな、
まあ、大きくなくてもいいんですけども、まあ、ダムとか大きな池の上にも、太陽光パネル等を設置して、で、まあ、ほとんどの電力がまず晴れの日であれば賄えると。でただし雨の日どうするかっていうことを考えたら、やっぱり河川水門開閉式ダム発電だとか、まあ、その丸亀製麺さんの近くにあるところも、まあ、河川といえば河川なんです。まあ、小さいですけどね。まあ、もともと、その、貯水槽みたいなところを、一番最初に作った頃を知ってるんですよ。その頃は、まず、出来たてですから、コンクリートだけで、草なんか全く生えてませんし、土もなかったんですけども、やっぱり、だんだんこう一緒に、水と一緒に、わずかですけども、土とかが流れてきてるんですね。で、それで、まあ、ああいうふうな形になってると。まあ、まあ、今回の台風7号の件で、いろいろ、はっきり分かったことですけども、ちょっとね、テレビ局がして良いことと悪いことの区別がだいぶついてない、みたいですね。で、今、だいぶちょっと僕がこの、顔、今、状態悪くなってるでしょ。話し始めた時と比べてね。で、今、顔取られてるんですけども、言いましょうか。法律名。それ詐欺罪。国の方が間違ってる。法務局の、管轄。その下で裁判所があるんですから。法律上ね。最高裁があって、その下で、高等裁判所があり、地方裁判所があり、簡易裁判所があり、家庭裁判所があるんですから。で、テレビ局の放送している内容の責任の所存については総務省です。総務大臣に責任があります。北朝鮮がそもそものところで国連にいつ復帰したとか、皆さんニュースでご存知になられてますか？私のインターネットで検索したときに、北朝鮮はなんか国連として復帰してたんですよね。だニュースが昔から、その以前のニュースをさも今起きたかのように放送してるっていうのは、どうやら昔から行われていたみたいで、本当のことはもう分からないんですよ。いつ国連からその脱退させられて復帰していたのか。もうこの時点もうみんな、この世の中の話、放送の仕方はもうむちゃくちゃ許せないでしょ。なぜテレビ出演者が高給取りなんだっていうところでね、高い基本給与与えられてるんだと。だからその画像音声とか著作権法であるのは知ってるんですけども、それ差し引きしたらゼロにしかならないっていう話になるでしょ。またちょっとほっぺらとか持っていかれてるんですけどね。まあ、その神がかり的な力をコンピューターが使ったりするっていう、この現代社会で、その AI とかね、まあ、それに応じてある程度対応してるんですけども、私の方では。多分被害ほとんどどこでも出てないはずだと思うんですけどね。だから、なぜそのようなややこしい放送の仕方をするのか。だから、昨日もですね、放送、いや、14日の晩かな。それぐらいの頃の、その、NHK の和歌山県の、まあ、ライブ中継、まあ、生中継ですね。リアルタイムの時間帯の。そんなに大した風吹いてないんですけどね。テレビ出てるその取材人が大げさなことを言うんですよね。だからその冷静に的確にもの言わなかったら、明らかに目に見えて、そんなに大して雨降ってないんですよ。だから台風は、その、まあさすがにその台風の進路は本当だとは思いますけども、あれもいろいろ心当たりあるんですよ。そのホームページ淡井圭介の日記の95番ぐらいのあたりに台風についてっていう欄があるんですけども、そこにね、いろんな詳細とか記載してるんですけども、まず、台風6号とかの移動の仕方がむちゃくちゃでしょ。最初北西の方に、進んでいって中国の方に直撃するのかなと思ったら、
途中で引き返すような形で真横にね、進み返してきて、九州の横を通り過ぎて、まあ、朝鮮半島に上陸して、その後、熱帯低気圧に変わってるんですけども、だから進路図だけを見たら、中国の武漢でコロナウイルスがもともと発生した地点だとされてるでしょ。で、あんなものは、医療業界の人間がややこしい研究とか一切しなかったらね、ああいうふうな、ウイルスっていうのは起きないんですよ。起きないんです。発生しないんです。だから医療業界はもしかしたら、意図的に自分たちで化学兵器を作って世間にばらまいて金稼ごうとしたのかもしれない。だからこれが本筋かもしれないんですよ。もともと医療業界の隠蔽とか行政との癒着でね、ものすごいですから。それはホームページで YKS 系の履歴にしっかりと記載しています。だからその辺のところ、コロナウイルスのワクチンについての部分で、ちょっともうこれ言いませんけども、まだ私の方のアップロードしてるその動画から、それがね、ストレートで言ってる内容を削除されたんですよ。だからその辺はね、ホームページの僕が裁判所に訴えてるところ、310何番あたりのところで、その、話してる内容とかね、そういうところをいろいろ、読み込んでいただいたら、内閣による削除っていうことはされてないっていうことは理解できると思うんですよ。YouTube の方だと削除されるんですよ。大元がアメリカなのか日本なのか誰が削除したんですかっていう話。巨大な隠蔽。許せることと許せないことがあるでしょ。コロナウイルスのワクチンについて、あれこれ私が本当のことを言ってるんですけどね。もともとその本当の話をテレビで放送してたんですよ。まあ、ちょっと話それましたけども、あとは心当たりがあるとすれば、例えば最初の方の台風今度7号、今回の8月、2023年の8月15日に兵庫県直撃コースだった台風7号についてなんですけども、僕、軸で物事を考えると、大阪の堺本社に秀和株式会社があった。だから最初のその進路図がね、次々ずれていくでしょう。で、僕は YouTube にアップロードしてる内容を日付の方を追っていただいてね、確認していただいたら、まあ、毎回こうやって日付出すでしょう。それ証拠として見ていただきたいんですよね。最初、堺直撃、大阪府堺市直撃だったのが、明石海峡の方に行ってたでしょう。で、大阪万博というものすごい無駄なエネルギーの無駄遣いと、お金の税金の無駄遣いで、それプラス、阪神高速とは別にある湾岸線なのか、湾岸線とは違う新しい高速道路を作ろうとしているのか、それが、まあ、神戸市の新長田の方、神戸ウイングスタジアムの方まで直通の、高速道路を作ろうとしていると。5000億かかりますと。本当にもう、そんなこと計画者連中、片っ端から国庫にお金返納しなさいと。各自のポケットマネーで、会社のお金はなしですよ。それしなかったら、あなたたち税金の無駄遣いやめませんから。エネルギーの無駄遣いもね、エネルギーの底つきたら、いいですか。もうガス、世界的に技術的に採掘可能な埋蔵量が残り50年ないんですよ。メタンハイドレートとか。シェールオイル、シェールガスなんかとっくの昔から掘ってるんです。ロシアなんか随分昔のデータで1万5000メートルまでもう到達してるんですよ。ないものはないんです。消費がずっと拡大してるんです。石油のことに関しても私は述べています。で、その辺の話で、まあ、明石海峡の方へ台風の移動がずれ込んでるように見えるんですよね。だから、その辺のところで、余計なものを作っちゃダメなのに、余計なものをさらに作ってしまったと。その元々の2000年の淡路花博自体が、本当はしちゃダメなことなんですよ。1995年に阪神淡路大震災が発生したんだから、そんなもの作ってる場合じゃないでしょ。そんなもん子供でもわかるでしょ。行政に頭の悪い連中が居座りすぎてるんですよ。
まあ、そいつらを徹底的に取り締まらなきゃなんない。まあ、警察官も自主的に全員淡い警察側にならなきゃなんない。なってない人は癒着側の人間っていうことで、もう定義定めないと。もうそれは検察官でも同じですし。野放しにしすぎ。どうせ自分の親族に議員とかいるんでしょう。そういう人たち。物事を封じ込めようとする連中。だから国際司法裁判所が動いてください。要するに他国の政府が日本の政府の彼の裁判を阻害している原因は何だと国際司法裁判所ではっきり言いなさいと。彼はもうここまで明確化してるぞと。なぜ彼の裁判を進めないんだと。で、オランダのハーグは正しい判断を下さなければならない。それできなかったら、結局河川水門開閉式玉発電も、地下水流トンネル発電も始められなくて、何もかもが頓挫しますよ。上手な作り方っていうのは、僕のしっかりと YouTube で述べてる内容を、その河川をね、撮影してるところ、それはホームページ YKSの履歴からで、YouTube にアップロードしてる一覧表みたいな、YouTube 一覧表みたいな形で、部門を分けてね、河川水門開閉式ダム発電とか、いろんな内容で小分けしています。で、今、すべてアップロードした内容が全部載せれてるわけじゃないんですよ。その作業は追いついてないんでね。まあ、これ以上作業アップしたところで見る方が多分追いつかないと思います。だから、テレビの放送の仕方っていうものを根本的に真実だけに固めなかったら、裁判所は真実が全てですから、だからそんなに簡単なこと、それだけ簡単なことすら分からなくなった人間が、テレビ局でなぜ働いて給料もらってるんだと。君たち無賃金労働させられなきゃ分かんないのっていうところ。そういうことなんですよ。テレビ局はそういうところって言ってるんですよ。場所っていう意味でね。場所って、ね、ところっていう感じがつくでしょ。どうすればね、その政府の悪い癖が治るかなっていうね、その、もともと一族議員で物事を固めてたのが悪いんじゃないかなとかも思いますし、維新がね、その、公明自民との連立を異を唱えてるようなことを馬場代表がおっしゃってますけども、意図はいまいち読み取れない。で、岸田さんの方に関しては今もう話私の方で詰めてるでしょ。いらない法律を削除するべきだって。できるっていうことを公営では一応言った。一応それは全国放送で放送されています。そういう内容では放送されてませんよ。私の頭の中で考えてる内容とかをこの電波のシステムね、コンピューターの AI のその神がかり的な力とかのそのシステムによって、時間軸を超えて伝わってますから。この話のレベルについてこれる人間、法律的にもね、その今の科学と神がかり的な力のこの3つの要素、これはもうハイレベルな人間じゃなかったら私の話でついてこれないんですよ。で、ついてこれないというよりも理解ができないですね。ついてこられたらそのストーカー行為法違反をし始める連中がたくさん存在したでしょ、今まで。この辺歩き回ったりとかね。身勝手に私に電話で連絡してこないで、車でこの辺の駅に来たりとかね。全部それストーカー行為法や、つきまとい行為。今までどのような事情があったんですよね。僕の方の電話に電話かけないと。で、自分の通話利益、しっかりと明かさない人間に関しては僕は相手しません。どうせその人かなり悪いことしてるでしょうから。僕みたいに正々堂々と生きていこうとしてる人間であれば、自分の携帯番号をしっかりと、世の中、世間にさらけ出します。なぜなら、相手はいたずら電話とかをかけてきたんだったら今なら簡単に録音機能がついてるから。仮にキャンセルしたとしてもその通話記録っていうのは後から調べれるんです。そのためにソフトバンクとか存在するんです。まあ本当は行政ができるはずなんですけどね。富岳とか持ってますから。まあもう問題だらけですね。この内容も。議員さんの方たち、国会議員の方たち。即座に対応してほしいですね。でも、その馬場代表がね、そのどれだけ万博に関連していたのかっていうことなんですよ。大阪万博は誘致されたとき、喜んでた人たちがいっぱいいたでしょ。飛び上がって。で、それ新聞の一面飾ったでしょ。それ維新の会の人たち混ざってませんでしたっけ。
吉村さんは最初何って言ってたか知らないですよ。万博反対派だったかもしれない。だけど万博の誘致が決まった時に大喜びをしていた人たちが大阪維新の会でしたっけ、自民党の人たちでしたっけ、どうでしたっけ。だからその辺のところで、ね、今ちょっといらない法律を早急に国会で早く削除してもらえなかったら、極端な人口の少子化とかももうかなり世界中でひどい状況になってるんですよ。個人情報保護法とかね、で、特定秘密保護法案とか、もういらない法律全部削除していって、公文書公害という法律があるんですから、都政六法とかにもね。だからその行政の隠蔽体質っていうものと、あと基本的に公務員の人たちがね、知識不足なんですよ、ものすごい。で、あと行政が上から下までしっかりと連絡をしないんですよ。だから3万円の給付金に関しても、政府上層部の人間が、各、まあ神戸市は大きいですが、各区があって、区役所の方に連絡は行くはずなんですけども、連絡は最初行ってなかった。で、今でも連絡は行ってないかもしれません。これがね、今の現代の現実であって、結局行政がね、行政としての機関を怠けてるんですよ。怠ると書いて怠けるですからね。だから岸田さんの方には平成20年の六法全書と平成31年度の六法全書で増えてるページが200ページほどありますよと、100は絶対超えてますと、それは言ってるんですよ。まあそれは安倍政権と安倍政権のその前の頃の期間なので、ちょっとね、何年に何法を立法したのかっていうところはわからないんですけども、余計な法律たくさん作りすぎてるんですよね。だからそれは早急に削除しなかったら、あと人材派遣業法とか日給歩合できたか、こんなもん全部いらないですから。賃金叩き、あと交通費しっかり払いなさいっていうルールに変わらなきゃならない。ただし上限は一月2万5000までですよっていう、公務員の人たちと同じルールね。田舎の方も電車代高いですから、もうそれは都市部と同じように、一月は2万5000円っていう設定にしといてあげてください。で、しっかりと教えてあげてください。大体、もう1ヶ月で1万5000程度のところまでが本当の通勤距離だよって。そうじゃなかったら、公共機関の電車とかバス止まるときあるからって。もう結局、経済原理とかで、タクシー走らせてるね。タクシー拾って、まあ、読んで、それに乗って帰らなかったら帰れないよって。その時にタクシー代ものすごい金額になるよって。1万円ぐらいかかってしまうケースって、はっきり言って、そんな一月2万5000円もかかるような通勤距離で帰ってたら、帰り1万円超えちゃうよっていうようなこと。だからそれも、計算のうちに入れて、最悪宿泊しなきゃならなくなりますから。だからその辺のところも、交通費、宿泊代としてね、行政の方も、所得税の控除、源泉税の控除として扱えるように、ただし上限は一月あたり2万5000までですよっていうような考え方で、対応しなきゃならない。だから一般の、雇い方で交通費っていうのをしっかりと出してないでしょ。交通費までピンハネするのって、それで大企業、どの口が言ってるのって。会社が大きいだけで、一流じゃないよ。実力ないよ、あなたたちって。世界のルールは法律だよ。人権の方が上だよっていうこと。分かってるのっていうこと。だからそれを、今ここ僕の法令線がちょっとまた深くなったでしょ。僕の方が法律違反してると勘違いしてるんですよ。誰かがね。逆。役員の方がたくさん法律違反してる。だから、長い間会社に残ってる人間とかは大抵この辺がね、こういうような法令線が出てくるんですよ。法令違反をしてるから法令線って言うんです。だから勘違いでもこういうふうな法令線が出てくるでしょ。言っていいんですよ。言論の自由がありますから。本当のこと言わなかったら隠蔽になりますから。逆。だからこの公文書公開っていうルールがあるんです、法律が。だから総務省の傘下で NHK があって、その傘下で、民間のテレビ局は存在すると。行っていることと悪いことの区別がついていないと。民間のテレビ局を早く合併しなさいって言ってるのはそういうことです。
管理ができないですから。この間も報道ステーションでちょっと前はね、関西の大阪テレビだと思うんですけども、大元はテレビ東京、日経新聞系列です。そこでね、納骨堂まで取り扱っていた加藤という株式会社、加藤という未だにお墓売ってる、巨大な、組織、私から言わせれば詐欺行為です。なぜならお墓の下に骨は 100% ではありません。これは行政の人もはっきりと言ってます。行政が管轄なんです。神社庁の管轄で、それでお墓の管理をしてるんです。で、しっかりと、自分の親が亡くなったりとかした時に分かったはずです。例えば祖母とか祖父母とか、亡くなった葬儀とかにしっかりと立ち会いに行った人間なら分かってるはずです。会社休んでも絶対行かなきゃならない。散骨なんですよ、死体焼いた後、骨は山に散骨か海に散骨、このどちらかしかないです。天皇家のあの五稜郭とか、ああいう風なところも本当はなくさなきゃならない。古墳とかややこしくなるだけだから、どっか見せしめに一つ置いとくだけでいい、ね、いいんです。あのエジプトのピラミッドと同じね、同じ人間相手に自分の下を、自分の死体をあんな重たいピラミッドで、どうせたくさん死人出てると思いますよ。当時あんな工事してたら重機もないんですから。今の時代重機あっても死人出てるんですから。高速道路の橋桁が落下とかして作るときにね、まあたまにそういうニュースが流れます。本当のところいつのニュースなのか知りませんけどね。まあこの世の中本当に問題が多すぎますよ。そりゃ少子化になるわけですよ。もともと人口横ばいの頃で半分の人しか結婚して子供を授かるところまでたどり着けてないんですよ。でずっと人口の生まれてくるその年齢層の比率を見てもらったら分かると思うんですけども、人口とね、たまに池上彰さんの番組で表で出てくるでしょ。男性と女性の生まれてくる割合が一定でしょ。だからこれが天の神様の作り出した世界であって、もちろんここは人界だから自分たち人間が頑張らなきゃならないんですけども、そのために神がかり的な力だけだったら危険だから法律っていうものがある。だけども法律の世界で矛盾がたくさんありすぎる。まあその、まあ古墳とかね、その、まあ五稜郭だとか、まあああいうふうなところに関して、その、しっかりとね、編成の天皇陛下が、ちゃんと散骨っていうことは随分前から、あのテレビの映像でね、あの一瞬散、本当は散骨ってこう、言ってる映像とか流してもらってます。ニュースの合間全然違う内容でテレビで放送してますよ。だけども一瞬流れてくるんですよ。そういうところを見なきゃなんないんです。もうナレーションの言ってる人間の声なんか聞いてたらダメ。嘘ばっかり言ってるから、本人がそれは本当だと思い込んでるから、実力ない人間はナレーションしてるから、もうこれが世の中の実態です。池上彰さんもそんなに大して賢いとは言えないです。あれだけもうテレビ出て嘘言ってしまったらね、本当は自主的に公然と謝罪しなきゃなんない。みんなの前で頭下げて、さあもう今起きたかのようにテレビで放送してしまいましたと。だからこれはもう、だからこの体制をずっと残しておくと、もうみんな誰も法務大臣にもなれないし総務大臣にもなりたくないの話になるんですよ。先にこんなにむちゃくちゃなことをいっぱいされて、自分たちが上になった時に訴えられる。無理でしょ、こんなシステム。全員で総係でまともあの人間が、そういう放送やめさせたいんですよ。テレビ局ちょうど合併するぐらいがちょうどいいぐらいになってくるんですよ。で、坂上忍さんに以前昔頼んで、フジテレビで放送してもらってたのが、まあ、ああいう風な番組で、ちょっと今もう名称忘れましたけど、僕もたくさん提案してもう50個ほど番組出来上がってますから、
ああいうふうな文春砲っていうワードも私の方で言いましたし、まあ、その頃ね、黒田バズーカと呼ばれていて、一番最初に言い始めたワールドビジネスサテライ、私が見てる限りですよ、本当に一番最初は誰かわからないですけども、テレビで放送し始めたの、言い出したのはワールドビジネスサテライと、夜の方のね。で、番組としてね、黒田バズーカっていうような形で。黒田総裁の日銀のその当時の総裁の黒田さんがこういうふうにバズーカを抱えて、仕事中に遊び始めたらもう手に負えなくなります、本当に。言ってること分かりますかね。いっぱいいろんな仕事場で見かけてますから。仕事場である程度、その笑い話になってしまうとか、それはある程度あるとは思いますよ。それが10分の1以上超えたら絶対ダメですよ。10分の1でもめちゃくちゃ多いですから。わかるでしょ。本当に真面目に働いていた人間であればね。仕事を、学校教育でも習ったと思いますけども、学校終わって家帰るまでが学校ですよってみんな習ったでしょ。帰りの行き帰りで、いちいちたむろしない、大きな声です、大騒ぎしながら帰ったりしないとかね、学校で習ったでしょ。あれ、そういう子供の頃からそういうのしつけてなかったら、まあ、しつけというか教育してなかったら、しつけっていう意味は、本当は身だしなみなんです、漢字の意味は。なんか、漢字の時点でしっかりとそうなってますから。で、大人になってもたむろする連中が存在するでしょ。だから、駐屯地の、一部の文字がたむろっていう字なんですね。けども、こう書く、画数少ないから、もう指で表現しますけども、たむろっていうんですよ。もともとたくさん多くの人間集まるとあんまりろくなことしないから、真面目な会議しようとして誰か意見言うと、10人以上集まったらもう収拾つかなくなるでしょ。みんないろんな意見言い始めたら。昔の歴史まで言い始めて。で、テレビの放送からしてこれでしょ。以前から。もう何年前からこうだったのかわからないですけども。もう本当に、皆さん、大真面目に対応しなかったら、取り返し聞かないですよって、こういう内容を昔から SD カードで高島屋ルートで送ってるんですよ。証言の証人残して、高島屋にテレビ局の、テレビ朝日の土曜日の夜の番組を司会者として番組持たせてるんです。逃げられたら困りますから。もう、淡井圭介に結婚話をしに来て、テレビ出て、ね、若いうちから基本給、高い基本給30万前後。漏れ始めて、もうほとんどテレビに出なくなった人たちいっぱいいますから、特にアナウンサー関係で。この間なんか元フジテレビのアナウンサーの中野美奈子さんですかね。もう私より年下だったと思うんですけどね。もう中野美奈子でいいと思うんですけども、四国の方の、会社の社外取締役で、年収は5000何百万って出てましたけども、どうせ嘘でしょ。本当は500何十万とかの話でしょ。基本的に社外取締役っていうものは、あんまり大きな金額の支払いはないんですよ。その重複して仕事してるケースが多いので、だからあんまりそれで高いお金を与えてしまうと、ね、同系列の会社の役員をいろんな会社でするでしょ。で、その会社のごとの報酬が何千万ずつ集まってきたら、年収が何億円って簡単になってしまうでしょ。まあ、そんなルールはダメだよっていうことで、だいたい社外取締役の相場って言ったら、だいたい年収500万円ぐらいなんですよ。そこで、その報酬のところから交通費とかをどうされてるのかどうか知りませんけども、その辺のところは、宿泊費とかは都政六法開いていただいて分かると思うんですけども、社会的地位に合わせて宿泊費の、その会社負担の額はどれくらいだとか、そういうふうなことは全て記載されています。だから、そういうことを知ってる人間がね、公務員でいないんですよ、ほとんど。どこの窓口行っても分かってないんですよ。公務員の試験内容を私に作らせてもらえませんか？
特に過剰異常、どうでもいい問題が多すぎます。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。素早い対応よろしくお願いいたします。早く連絡ください。